今日はですね、はい、既読がつく前に取り消せ誤爆ライン取り消しチキンでーす。誤爆ラインを取り消す、はい、まあいわゆるチキチキチキンレースです。チキチキチキンレース。はい、まあ、今回知り合いの YouTuber さんにギリギリちょっと引かれるかもとかっていうような LINE を送っていただいて、既読がつく前に取り消すという、うん、勝負をしていただきたいです。なんでなん、はい、絶対やりたくない。なんでそれやる。いやでもそれってそれ、もしそれが既読がついたとしても、はい、そこをね、あのアーダコード言って、はい、相手にこう納得してもらって、うん、あ、そういうことだったのねって言ってもらえればトーク力がつけば次のステップいけるんじゃないかという、あの、本当のヘッドラインビジョンの、いや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 、最近ちょっとぬるくない企画ですか。ヒヤヒヤした企画ありましたか？ないです。ないじゃないですか。確かに。はい、でこれさ、送る人とかさ、その送る文章めっちゃ重要じゃない？もちろんです。だからそこね、誰に送るか、はい、どんな LINE を送るか、はい、それね、僕考えるの苦手なんですよ。はい、だから今回はミッチーに全部考えていただきたい。一番やばいやばいやばい。ミッチーも一番最後だ。最後だ。チームの人の中で最後。ちょっと見てみます。あ、そうです。だからもうミッチーがあの幻の客となっている風俗トークであの利用していた、はい、あのルーレットがありますので、はいはいはい、そこにいろいろ書いてきてくれます。了解。うわ、僕もこれ初めて見ます今から。あ、なるほど。中身知らないんで。いや、お前と考え俺がルーレットになる。どういうこと？ちなみにこれ先に言っておきますと、この企画はですね、あのしっかりあの僕 YouTube で検索しまして、はい、バックとかいろいろしたら、まあ、VTuber の方がやってました。僕のオリジナルではないですよっていう。あ、スタッフサイトがないです。スタッフサイトがないです。今回は総和田壁本にやっていただくので、はい、ルール説明しますね。はい、これルール説明はまずこのルーレットで LINE を送る、はい、まずこの話題を決めます。はい、じゃあ実際にこう送りますよね。はい、でそこから自分が送信取り消しを押すまでのタイムを競い合います。はい、あ、そういうことか。そういうことです。どっちの方が長いかが勝負。そういうことでございます。それがチキンレースってこと。そういうことです。まず文章、どんな文章があるか教えてください。はい、はいはい、じゃあまず犯罪から。犯罪は何だ。読み上げます。はい、お金払ったんでその件はもみ消せると思います。うわー、怖っ。なるほど。今取り合わせだったわ。まず聞いてしまった。怖い怖い怖い。確かにそれいきなり来たらね、怖い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 。向こうも電話あるわ。確かに確かに。怖いな。じゃあ次行きましょうか。はい、はい、メンヘラ。これちょっと長いです。マジでなんで他の男と喋ってんの。キモいんだけど。昨日の買い物の時も言ったよね。え、俺のこと嫌いになったの？そうだったらそう言って。マジめんどいから。あと LINE 見てるの知ってるから、ちゃんと返せ。ずっと見てるからな。ミッチーメンヘラだよ。大変だよ。そんなことある。そんなことない。違う違う違う。ないないないでしょ。ないないない。でもその長文パターンね。うわー、キモい。キモいね。次行きましょう。はい、解散。これシンプルです。はい、結局解散は10月ぐらいになりそうです。これ誰に送ったら一番きつい？例えば、そう思った後輩とかの方がきつい。なんか信じるな。ちょっと心配しちゃいそう。前科だし。前科っていうの。解散以降は悪いことじゃない。そう、全歴だ。歴でもない。前科まで行かなかったけどちょっと悪いことじゃないから。悪いことじゃないから。今日も面白いね。今日も面白いです。じゃあ俺で次行くよね。はい。子供できた。これはシンプルかな。これシンプルです。はい、なんか。マジで子供できたっぽい。いや、ちょっと待って、女の子が悪い。俺らができたの。女の子が悪い。でも、捉え方によっては、ね、いや、まあまあ、そうだ、いろいろ想像するから。ただ、その、子供ができたことをそんな軽く言う人はちょっと嫌じゃない。似合わんしな、なんかその軽さが二人で。今日はなんかもう武士みたいな感じだ。武士？俺のイメージが間違ってる、これ武士は。いや、もう武士は忘れてくれよ。送信取り消ししたもん。言ったかい。赤ちゃん言葉じゃない。まあまあ、我々も多分帰ったら、抱っこしてくれる。キモ。やってるよ。やってねえよ。やってるやってるやん。やってます。はい、詐欺。それだけ動画で言ってくれれば70万円払うから。コムドットもしてくれたから大丈夫だよ。あ、もうそれコムドットもじゃなくて。だからそういう動画で言ったら大丈夫だよ。だそういうのやってるチームってことになっちゃう。先輩でね、見方めっちゃ悪いよね。だからね、これマジでやりたくないんじゃん。なんこれ。いや、だってマジで思われるやん。コムドットにも やってるってことだからね。最低。これは陰湿だなってことです。うん、はい、この中で今回選んでやっていただくと。なるほどね。いきますか。はい、だからやっていきましょうか。最初はグッジャケっぽい。はい、これでしょ。はい、これでしょ。おっしゃ。ふざけんなー。うまそうや。ふざけんなマジでマジでふざけんなよ。そんな貪欲に行くの。映りたすぎる。じゃあ、いくぞ。回してください。地獄に行ってきます。はい、
せーの、人権ないから普通に言ってきて、しかもなんかいいことLINEして送る相手は、はい、コンボイさんで、あーすっごい絶妙、やばいやばいやばい、だって絶妙や、だってもう俺だって一回見届けてるから、確かに、しかもめちゃめちゃ情に熱いし、そうそうそう、え、早いし、ワンチャン電話来るよ、え、ちょ、コンボイさんマジで気まずい、しかも、ヘキはコンボイさんの時をガチでビビってるって言って、いやそうだね、俺普通に LINE するだけでも怖い、いや、それビビりすぎる、じゃ次相馬決めていきましょう、地獄に落ちろ、地獄に落ちろ、赤ちゃんこそ残り、赤ちゃんこそ残り、地獄に落ちろ、いやYouTube で、うん、連想するね、いやマジで、誰に言いましょうか、天チームさんで、ああそう、最近コラボしたばっかだよ、これその人生はちょっとえぐいぞ、大丈夫、心配じゃあよろしいですか、うわーちょっと待って、じゃあ、はい、既読がつくまで取り返せ、ごまくらいでっかいチキンです、よーいスタート、はい、先に消した方の負けです、負け、負けね、一応構えそう、一応構え、待って、どうやって消すの、どうやって、既読がついた瞬間負け確です、あーそうそう、そういうことあるんだ、そうですよ、いや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 、俺ね、テンチムさんね、意外とね、既読つくんだよね、なるほど、早いイメージありますわ、意外とつくんだよ、ちょっと待って、俺もちょっとコンボイさんね、意外と見てるからね、いや、うわーちょっと待って、これ違いですって、どうしたの、今ようやく1分、俺はちょっと我慢して、今1分、見えても押さないじゃん、あこれだって怖すぎでしょこれだから俺それでなんだけど、そのもうほんと その連戦みたいにもう知らないところでそういう噂が広がってくって一番嫌なんだいやこれだって来てどうする、既読だ、無視したいよね、うん、見なかったもしたい、ちょっと見なかったもしたいや、うん、今2分20秒っす、うわーちょっと待って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 、やばいやばいやばい、ちょっと待ってちょっと待って、俺すごいこと気づいた、何すごいこと気づいた、俺文章これお金払ったんで、その件はもみもみ消せるじゃん、もみもみ動揺してるやん、もみもみ動揺してるもう、でもそっちの方がリアルさ、でもどうしよう、俺ワンチャンでもセクハラになるな、これまだついてないですか、まだまだついてないです、まだついてない、いやでも来そうな気がするの、ちなみに俺コンボイさんと LINE するけど、やっぱ破裂早い、早いから、しかもコンボイさんって仲間を大事にしろよみたいなあるからね、だからまあ消したければ消せばいいけど、まあ2人の勝負なんで、いや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 、追い込んでるやん、いやいや、マジで消した、コンボイさんお世話になってる、マジで今後動画に関わってくるから、マジでやばいやばい、臭いでやばいって、やばいって、どっち、臭いでやばいって、どっち、臭いでやばいって、臭いでやばいって、臭いでやばいって、本当やばい、本当やばいって、臭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 いって、相馬の勝ちです、よっしゃ、え、こう消していいんですよね、はい、もう消していいです、消していいです、俺無理こういうの、俺本当に一番こういうのダメだって勉強ってあの人付き合いがそもそも苦手だからね、こういう LINE とかも嫌じゃん普通に、俺だって普通に LINE するのが苦なんだもん、確かにそうか、じゃあもうこの企画やめよう、いやいややめようぜやめようぜそうか、じゃあまあ平京がやめるって言うんだな、まあやめようか、まあそれはね、今日はそこまでやめるっつうんだったら、まあその無理強いはできんわ、じゃあやめようぜ、やめるんかい、じゃあ本当にやめよう、いや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 、やめないよ、じゃあさ、分かった、2回目ちょっとさ、くどいじゃん、カルビも入れて3人でやろう、そしたらさ、もうちょっと盛り上がるやん、それは日時的にどう、ありめっちゃいいっすね
確かになんか司会ね司会ばっかりやってやらせるばっかでそうじゃやらせるばっかでやった方がいいんじゃない。でも俺いないよ YouTuber、 まあ知り合い好きな人いるやん。ジンタンやろうや。いやでもジャックポットまなみさんの方がいいな。いやそれはもう LINE 知りたいだけただただ繋がりたい。じゃあちょっとこれ3人で行きましょうか。急に仕切り出したし、いやもうだって地獄にぶつけもう俺ら正直もう俺らも傷もんだから。確かにどうでもいいわ。地獄に引きずり下ろしてる。行きます、せーの。うわそばさん子供いますもんね。いやいるわけじゃない。どうなのおデブ。これはもうヒカルさんでいきましょう。うわー笑うでしょ。いやヒカルはめっちゃ寛容だからね。確かにヒカルは多分ちょっとイージーや。じゃあヒカルさんで。はい、全然全然。じゃあ次行きましょう。もうやだ、もう疲れた俺一回目でもしんどいわこれ。大丈夫大丈夫。よっしゃー、よし。これヘキョウのメンタル力をアップしようっていう企画だ。もう無理やりすぎるわ何が一番やだ。リアルに、リアルに。なんだろうな。でもメンヘラ屋だかもな、俺が廃墟だったら。だってリアルだもん一番、うん、メンヘラであの人来たら俺逆にブーンって来そう。いや俺自分で言ったらあかんかったこれチャベス送ったらやばいよ。こういう時って意外と来るんだよね。こういう時って話本当に役に立ってくるんだよ。いやダメだな一回回してから考えよう。まあとりあえず まずこれを回すこと落ちる落ちる。ちょっとダメだこれこれダメだこれダメだと一点見つめ出したらもう終わり。どうしたやりますね。まあまあその時はまあチャベスになったら俺らちゃんと言うから、ね、せーの、はい、どうぞ。まず奇跡はね切るわけだ。凄まじスピード広がったいやあの YouTube 界のスピーカーさんと、いやもうあいつは本当コロナと一緒だからどんどん広がっていくからすぐ広がる。感染力やばいですもん。いや感染力がマジやばい。じゃあやりましょうか。ボーイ、ボーイ見ますね、はい。メンヘラ前だな。やばいな。なんでおっぱい隠してるの。下チンチン隠してる。いや嫌すぎてっていうか。ジンタン行ったらめっちゃキモいかな。ちょっとふざけてるって思わない。ちょっとネタっぽくなるよね。そうだって俺の性格もある程度知ってるから。そうさすがにカルさんどうしたんじゃない、うん、感じじゃないってことを繋がってるのかだったらチャベス。あ、それがキモいな。逆に絶対エロ広がるわマジで多分平均に行くと思う。え、なんかさ気が飛んでくるさ全然行く大丈夫これチャベスが一番マジ心配するぞ、うん、心配しすぎるがゆえに広まりそう。いややめてよチャベス絶対広めないの手遅れ手遅れじゃあミッチ来て。ミッチまずミッチもやる。ミッチもやる。ミッチプライベートプライベートプライベートで感情をくれてる。あーそうだね。これは面白い。これはシンプルに面白いよ。え、これ逆に浮気で疑うパターンない。そっちのパターン。で、ミッチーのめんどくさいことって動画で弁明しにくいんだよ。ね、俺らだったら企画やってなるんだけど、なんかリアルだよね。確かに。ミッチーどうせやめとく。やめないっしょ。マジでいく？マジマンジ。マジで？やばい。っていうことはだから、送るのが光る脇を。脇をだ。赤ちゃん言葉で。脇はキモいな。で、メンヘラでチャベス。チャベスで子供できて彼女は。ここ一番ダメージ。確かに。一番来るんじゃない？ちょっと。これマジで来ます。これやめとく。やめないっしょ。どうした？何で？何があなたそんな借りた？行きましょう。
大丈夫よ。いやだっていいんだよ。カットしていいだけだから。いや、やるっしょ。え、どうした。怖い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 。やった。なんかギリギリが好きだね。じゃあ行きましょうか。はい、このぐらいでっかい事件です。よーい、スタート。一番最初って4人送ったら、いやー、俺やっぱヒカル君やと思う。ヒカル早そうだな。ちょっと、ちょっと、まあ、それどころじゃない。ほんまそれ。え、もう消していいんだって。ミチ消さん、消さん。ちょ、ミチの記憶ついてほしくないよ。ミチ気づけないか、やばい。確かに、確かに。ミチ頑張って、ライチ頑張って。彼女にこれが一番まずいんだ。確かにそうやな。テンチムからは来てるけどね。どの剣すぎて笑うか。ミッチーのやつもまんじゃ見てると思う。そうなんですよ。多分あの俺の彼女をあの直接つけなくて、あの通知で見るタイプなんで。でも、もう怖いって怖いって。でもそれだったらすぐ電話かかってくる。どうなんだろう。もう抱え込んじゃうタイプなんで。最悪最悪最悪の組み合わせや。何してんの。やめろ。負けたくない。なんで。じゃあもうね、もう負けなのよ。もうもう消そうか。いやもう逆に消そうか。逆に逆なの。消すよ。消そう。そうしよう。もう消そう。みんな平和に終わろうよ。せーので消そう。そう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 。俺の場合あの消した方が逆に、あ、もうやばいから。いや残しとこ残しとこ残しとくか。じゃあ俺ので消そく。はい、せーの。そうなんだ。彼女が帰ってこ。おー、ドラギです。ギャー。俺は頑張った。俺は基礎です。ありがとうございます。おー、やっぱもうヒカルやっぱすごいわ。あー、ごめんごめん、なんでもない、間違えた。あ、ごめん。親戚とかさ、あー、そのそれこそ言ったらオナブだとか。はいはいはい。でもいいじゃん。ミッチーの場合はちょっと怖いよね。そうっすね、ちょっと変な汗が出てきました。そりゃそうだ。行ってんよ。行ってんか。うん。あの、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、お疲れです。お疲れ様です。ありがとう。YouTube 頑張ってください。大好きな。ってことは多分だけど、気づいてますわ。企画って。でもさ、こういうのってさ、例えばさ、学生がさ、好きな子がいますと。でもその好きな子にさ、なんかそういうの伝えられんやん、こういう。でもさ、男子としてそういう流れになって、お前あれやれよって言われたら、やりやすくなる。そういう行為をちょっと伝えてみたいな。相手ちょっと見てほしいけど、消さなければいけない。なんかこの甘酸っぱい感じもあると思いますよ。いや、俺も一回一発ゲームで告白したことある。ジャン負けで。ジャンケンもしたことないわ。それ自体俺多分一回もジャンケンしてない。なんでか知ってる？する相手がいないから。じゃんけんでね、一人じゃできないんです。お疲れ。やるわけねえだろ。つけろってマジで。こっちは負けろぞ。